はい、今回はですね、愛犬ハスクにバックボルトを教えていきたいと思います。バックボルトっていうのはですね、まあ、犬がね、人の背中を踏み台にジャンプして、フリスビーのディスクとかをね、キャッチするトリックになります。これね、結構完成するとね、ダイナミックなトリックでね、かっこいいんで、興味があったらぜひ教えてやってもらいたいと思います。でちょっとね、動画がなかったんで写真になっちゃったんですけど、こんな感じでね、人の背中を踏み台にね、高くトスされたディスクとかをね、キャッチするトリック、結構ね、これ完成するとかっこいいんでね、ハスクにもね、教えていきたいと思います。この写真はね、若き市のお父さんと純トライアル系のラブラドールです。はい、それではね、早速ね、ハスクを出して始めていきたいと思います。まずはね、うんちしてあったんで取ります。まあ、こうやってね、扉が開いてもね、お父さんのね、許可が出ないとハスク外に出ないようにしつけてあります。 OK。 まあ、こういったね、細かいこと一つ一つがね、犬とね、楽しく遊んでいく上でとても大切だと思ってます。ハスクなんですけどね、まあ、うちで今まで飼った犬の中でもね、一番どんくさい感じの子なんでね、上手にできるようになるか分かりませんけど、一生懸命教えていきたいと思います。背中を蹴ってね、飛ぶっていうところまではハスクに教えてあったんで、そっからの動画になっちゃうんですけど、その前の過程を知りたいっていう方は、バックボルトのね、教え方を紹介している動画がいくつかあると思うので、そちらを参考にしていただければと思います。ちょっとね、お父さんが年取って感覚が鈍ったのか、ハスクがどんくさいのか分かりませんが、うまく踏み切れてませんね。少し姿勢を低くしてやってみます。昔使ってた犬たちはね、このぐらいだったらバンバン飛んでくれたんですけどね。ちょっとスローで見てみたいと思います。あー、ハスクがね、踏み切った時にね、もうお父さんがね、トスを上げながら体勢がぐーっと上がっちゃってますね。これじゃね、ハスクもうまく蹴れませんね。さっきよりは背中が蹴れてますね。蹴る場所がね、ちょっと肩に近いけど、だいぶね、ボルトっぽくなってきました。